上会の真島組長とお見受けします。お初にお目にかかります。自分近江連合の二階堂を言います。知っとるで、西の極道で一番そろばん弾くのがお上手いう評判や。そら光栄ですわ。で、わしに何や用かいな。引き止めといてなんですが、お急ぎになった方がええ思いまして。あ？おたくらの大事なヒルズ襲撃されてえらいことになっとるらしい。あそこ東上界のおれぎれぎも顔揃えてはるんちゃいまっか。はあ、えらい早耳やな。ほな、またお目にかかりますわ。やっとるな。よっしゃ。おい、そっちはダメだ。待て、戻るんだ。あんた、あいつは。くそ、もういい、早く閉じろ。急げ、奴らが来る。はい、セレモニーやないけ。真島さん、正面からは入れません。あちらから裏に回ってください。まだまだおるの。真島さん、あんた今まで何やってたんです。いや、またお前かいな。安住、あんた警備担当だろうが、何人死んだと思ってんだ。ああ、わしのせい言うんか。だほ、そらお門違いやで。じゃあ誰のせいだってんだ。え、そらお前、ゾンビ送り込んできたやつやろ。ふっ、てめえ、おちょくってんのか。よせ、そんなことしている場合か。しかし、ご無事で何よりでした。真島さん、六代目もこの一件で古参の幹部も半数近くやられました。東上会、いや、カムロ町そのものが壊滅寸前です。みたいやな。それと、一つ気になる話が。ん？カムロ町中にある東上会系の組事務所、今回の襲撃はそこが発端になったようなんです。つまり、誰かが意図的に東上会を狙ったと。ええ。さっき二階堂いう小僧が挨拶してきたわ。決まりだ。二階堂のバックには郷田、それに近江連合。しかし狙いがうちとして、こいつはもう極道の構想なんかじゃない。近江がここまでやるとは。そんな悠長なこと言ってられんでしょうが、すぐに報復の準備をするんです。極道が舐められたら、それこそよう動くしたやな。どないな作りになっとんねん。ああ、もうすぐ夜やで。次のパーティーの話はまだ早すぎなんとちゃうか。おお、お前ら死にとうなかったら店の棚窓に寄せるんや。女子供は奥、
食い物と水は数数えて配給せや。さっさと動けよボケ。はい、はい、これもまだ足りないじゃないの。おじさん。あ？ありがとう。私たちのこと助けに来てくれたんでしょ？お、お、おう。おじさん、正義の味方だね。あ、私、何でもお手伝いするから。なんや、調子くるな。